屋盆踊り大会はですね、地元の渋谷道玄坂商店街振興協会がここ109番にステージを設けまして、来場者である皆様と、そして地元の皆様との交流の場を作りたい、そんな願いから今年からスタートさせていただきました。はい、予定ではですね、この後9時30分まで踊り続けたいと思いますので、はい、どうぞ最後までお付き合いくださいませ。申し遅れましたが、私ども本日司会進行を務めさせていただきますのは木之内美穂と、そして岸井勝恵でございます。どうぞよろしくお願いします。それではまずはじめに主催者を代表いたしまして、道玄坂商店街振興組合理事長大西健治よりご挨拶を申し上げます。大西健治、よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。今日は本当に普段の風景と違って素晴らしい風景が渋谷のスカートの前のマネキン前で見られるということで、今日は第1回の、渋谷盆踊り、これを開催するには本当に、たくさんの方のご支援をいただきました。まずね、皆さん、行政の渋谷さん、渋谷警察さん、渋谷消防さん、それから公園協賛ということで東急電鉄さん、それから私たちの商店街の組合員、また事業者の皆様がこういう後ろにある提灯、これから点灯式を行いますが、協賛をたくさんしていただき、今日この日を迎えることができて本当にありがとうございます。また今日は本当にあのお盆、いわゆる盆踊りの盆ということでですね、浴衣という日本の伝統文化がこの場所でこうやって皆さんにご披露できるというのは本当に嬉しいことでございます。渋谷はこれから3年後にオリンピック・パラリンピックを来ますけど、話題で商店街としては皆様いかにおもてなしができるか、これが私たち商店街のこれからの課題ということで、今日みたいに楽しく、そして安心安全なイベントを、事業をいろいろ展開してまいりたいと思いますので、この盆踊りを通してぜひまた渋谷に遊びに来ていただきたいと思います。また今日は、普段はあまりここに来られない小さいお子さんがですね、盆踊りに参加してですね、ぜひ夏休みの楽しい思い出を作っていただければいいかなと考えておりますので、皆さんもどうぞご協力して安心で楽しんでいただければと思います。本日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。渋谷道玄坂商店街振興組合大西健治理事長よりご挨拶をいただきました。さあ続きましては、渋谷盆踊り大会の開始にあたりまして、提灯の点灯式を行いたいと思います。はい、ご列席いただき皆様、どうぞステージにお願いいたします。それでは点灯式にご参加いただきます渋谷公立神田小学校の皆様をご紹介しましょう。東拓真さん、山口一郎さん、柳沢夏子さん、村上福井さん、五十嵐龍馬さん、杉田蓮さん、五十嵐若葉さん、杉田翔子さん、戸丸彩子さん、そして戸丸あかりさん、以上の皆様でございます。続きまして、ご来賓の皆様をご紹介いたします。渋谷区区長長谷部健様、東京急行電鉄株式会社取締役社長野本博文様、渋谷警察署署長金井孝義様、渋谷消防署署長安藤聡様、続きまして主催者をご紹介いたします。先ほどご挨拶いただきました大西理事長、渋谷道玄坂青年会長谷川和夫会長、以上の皆様でございます。さあ、それでは皆様、点灯式の準備をお願いいたします。
提灯が点灯いたしました。講談社の皆様、どうもありがとうございます。どうぞ足元に気をつけて、ご講談